チャス水色です。ということでですね、今回は島くりの講座についてやっていこうと思うんですけど、じゃ最近ね、島くりばっかなんですね。島くり講座みたいな、もうなんかリスト作っちゃいましたもんね。で、本当は、日付を変えてやるもの、木とかを使って、極狭スペースを作ったりとか、和風に困ったら使える家具とか、使い方みたいな組み合わせとかをなんかやりたかったんですよ。何個か用意してたんですね、今日。だけど、昨日の配信で1号がね、出てってしまうということになって、日付を変えれなくなってしまったんですね。変な住民入ってきたらさ、また退去厳選しなきゃいけなくなっちゃうので。で、その兼ね合いで、トークと編集で乗り切ろうということで、自分がね、ちょうど島くりが終わったわけじゃないですか、つい先日。で、その時に使ったテクニックとか、使いやすかったやつ、意外とこれ知られてないだろうなとか、いうようなテクを、5個を、ちょっと、掘り下げてっていうの？わかんないですけど、詳しく解説していこうかなと思います。島くりが苦手だよとかいう人とか、最近始めたよとかいう人に、これ知っとくとかなり便利ですよっていうやり方を。ちょっと日付変えれないんで、この島を見ながら、ここはこういう風にしたとか、ちょっと手直しをしながらね、やっていけたらなと思うんですけど、よかったら最後までお付き合いください。で、ちなみにこれ今回も、最初にやること全部言っちゃうので、自分で、字幕貼れたら貼っとくけど、字幕じゃないや。目次貼れたら貼っとくんですけど、自分が必要だなと思うとこだけね、よかったら見ててください。まあ、今回はそんな感じで、一応ちゃんとやるけど、ゆるめに見てもらえたらなという感じでございます。まず一つ目なんですけど、川と崖のマーキング方法ですね。川とか崖が、ちょっと作りにくいとか、なんかうまくいかないなっていう人に、自分がこういう風に作ったよというようなマーキング方法ですね。なんか誤差がなくなりやすいっていう感じで便利だなと思って使ってました。で、次、二つ目ですね。で、マイデザーが使わなくても小道を作れる方法。マイデザーを使わないと小道とか一マス道とか斜め道って難しいじゃないですか。そうじゃなくて、普通の既存の道で斜めの道とか小道を作るよっていう方法。で、三つ目が、川の斜めの処理。まあ、これは川についてはまた別でも紹介してるんですけど、今回はちょっとまた一風変わった川の感じですね。まあまあまあ、ちょっと見てください。気になった人は。はい。で、四つ目。透過パネルについてですね。透過パネルの自分的にやりやすい、やり方、順序についてが四つ目ですね。で、五つ目。区画の作り、順序。こういう風に作っていくと、案が出やすいよとか、こういう風に作っていくとミスしにくいとか、つなぎやすいよっていう、最後方法ですね。だから、こんな感じの五つ構成でいきたいと思います。前置きがなくなるので、早速いきましょう。はい、はい、はい、はい。一つ目ですね。崖と川のマーキングってことだったんですけど、ちょっとこれスペースがね、もう本当にここしかないの。なので、ちょっとペンと紙で図解するんですけど、基本的にみんな作るときって、例えば崖作ろうってなったら、ここにね、丸く崖を作るとしたら、まず、こうやって作っていくじゃないですか。まあ、どうかわかんないけど、なんか適当に、この、作る速さとかじゃなくて、こう、持っていく効率とかじゃなくて、今回は。こういうことじゃないんですよ、別に。こういうのはみんなやるでしょ。こういうことじゃなくて、もうペンでいこう、ペンでいこう。ペンでいきます。難しいよね。ちょ、これ、かわいくないこれ。ちょ、これ、影で見にくいな。すげえ明るくしてるんだけどな。で、ごめんなさいね、まあ、ちょっと、まあ、とりあえずさ、マップアウトするじゃん、こうやって。適当にね、適当に、ちょっと、よろ。で、崖を作るときって、今みたいに、例えば、このエリアにね、崖を作るってなるじゃん。そしたら、こういう風に作るとしたら、みんな、こうやってさ、もう、塗りつぶしていけばいいって思うわけじゃないですか。そうじゃなくて、まず、様子見をするのがいいねっていう話なんですよ。例えばもう、ここに決めようって言ったら、手前からこうやって盛り込んでいくじゃなくて、手前から盛り込んでいって盛り込んでいって、こうやってザーって作っていくんじゃなくて、例えばじゃあ次ここ。もっとでかく書けばよかった。まず、作るんやったら、基準となる端っこに一点一点ね、印をつけていく。一本立てるんですよ、崖を。で、そしたら、今度、こうやっていくわけじゃん。こうやって。こういう点々点の崖を作ったでしょ、こっちで。その時に、そしたら、この、変わり目でもう一点置くんですよ、この辺に、適当に。で、そんで、そっから、こうやって見ると、めっちゃ良いんですよ。暴論かな、ちょっと理解があるかもしれん。はてなってなってる人いるかな。なんか基本的にみんな作り上げてから、これが出来上がってからこの辺から見て、ほうほうどうなったかなっていうのを見るじゃないですか。
そうじゃなくて、でかいものを作るときってのはもう印をいくつか取って、まあ、設計図が無理なわけだから、しかもPC とか紙とかのこういう点々を打っても立体感がないから分かんないのね。だからこそ大きめな崖とかを、まあ、ちっちゃくても全然いいんですよ、作るときは一点一点一点って結構間は空けてもいいんですけど、直線的な間は空けてもいいんだけど、こういう斜めとか区切れ目、角の区切れ目にしっかり点々打って、まあ、どれぐらいな規模になるかなとか、どういう風な斜めが見えるかなっていうのを自分のこう道だね、例えばこういう風に道があるとしたらこの辺とかから見ていくわけよ。そうするとこうイメージがより膨らむので、あ、そしたらもうちょっとこっち出してもいいなとか、もうちょっと出してもいいのかという案が出てくるわけですよ。でそしたらもう一点消すだけじゃん、ここ消してまた点々打つだけっていう、めちゃくちゃ作業効率がいいんですよこれ。配信とかでこれやったら、あ、そうやって作るんだっていう人がいたから、俺はもうこれ味を占めてちょっと動画にしたかったわけですよ。意外といないみたいなんだよね、みんななんかトントントンって埋め立てちゃってる感じらしいので、まあ、ぜひこれをやってください。で川ね、川ここです。で川もね、まあ一緒、うん、よりちょっと点々多く作った方がいいかなっていう感じですね。削るときに楽になるから、川は特に。と崖は立てるんだけど、川は掘るだけだから、逆にね、小刻みに掘っとった方が、こうやってやった時に斜めがすぐできて、でこれでこっち側グワーっていくのとかで、こう無駄に削らなくてよくなるんですよね。調整がすごい楽になる、まあ、やればすぐ分かると思うんですけど、体感すると思うんだけど、こういう丸みを帯びた角っていうのがしっかりとこの要所要所角角に掘っておくとできやすいのね。だからミスが生まれにくいみたいな感じなので、ぜひねこれも使ってみてほしいわけでございます。はい、次なんですけど、小道の作り方はマイデザ以外でってことなんだけど、マイデザを使うとこんな感じですげえ簡単にさ、それっぽい石畳というか、この小道狭いさ斜めとかも簡単に作れるじゃないですか。でもなんか既存の床ってめちゃくちゃむずいじゃん、こう縦とか横とか、もうほらここの角作るにしたって埋めらんないから、こんなデコボコになっちゃうっていう、結構欠陥品 でこういうところも結構違和感あるじゃないですか、こういう石のタイルって。そういう時に使えるのが、石単体とか組み合わせる時に使えるのが、このこいつの半分のをどうやって作るかってやつなんだけど、まずねこれ縦横2箇所埋めて角っちょをね削るわけですよ。でその後にこの下のやつを削るとこれだけ残るんだよね。でこれを使うことによってさっきのね道とかの斜め度をね増せるっていうやつです。まあ、実際やってみましょう。ほら斜め感出たでしょ。ここに丸々ここなんていうの、角っちょも四角だったのがちょうど道に沿って丸く変わったから、本当に小さな変化なんだけど、この奥のねとこに 0.5 マスぐらいスペースが空いた感じじゃない、空いたんじゃないかなみたいな、そういう錯覚が生まれるわけですよ。これめっちゃ良くないですか、道の行く末を示してくれるような感じがして、めっちゃ使い勝手いいんですけど、あ、それっぽくなるでしょ。はい、お次なんですけど、川の斜めの処理っていうことで、まあ、崖か、崖の側面の、まあ、自然な落とし方というか自然な掘り方なんですけど、それ以前に川がうまく作れないよ、斜め川が自然に作れないとか、あと斜め橋の書き方がいまいちわからないよとかいう方は、今多分ポンポンって2個ぐらい出てるかな、以前に紹介した動画があるのでそっちを見てから、こっちをね応用としてやってもらっていいんですけど、これ本当に簡単なテクニックで、例えばこういう滝に2マス連なってる時あるじゃないですか、こっち方にね、そういう時に使えるやつなんだけど、この崖のとこって普通にこうやって掘るとさ、こんな感じになっちゃうじゃないですか、めっちゃ不格好じゃん。はい、ちょっとねあっちに木があって、ね、できなかったんで買ってきたんですけど、こんな感じの、まあ、なんか2個とか1個でもいいんですけど、端っこがさ浮いちゃうじゃないですか四角に。これをまあ直す方法ってか、ちょっと手間一手間加えるだけで見栄えがめっちゃ良くなるっていう感じのやつなんですけど、まあ、上が掘れないとダメなんですよ。だから木植えるとか前なんだけど、一旦1マス削りまして斜めにしちゃうんだよね、ここ。この状態で崖を植えるとソレイっていうね、わかります、この斜めなくなるっていう、こんな感じで、こんな感じでね、このギザギザがなくなってめっちゃ自然な、まあ何も置けはしないんですけど、何も置けはしないんだけど、めっちゃ自然なマス目ができるっていう
テイクでございます。こういうやり方もあるよと、もし知らない人がいたら思ってくれたらいいかな程度に見てくれたらいいです。はい、はい、お次、ちょっとね、崖うるさいから、崖じゃない、滝うるさいから止めちゃいました。で、次なんだけど、マイデザイン関係なんですけど、透過パネルって貼りますよね。透過パネル何が強いかっていうと、花とか雑草とか生えてこなくなるんですね。木の枝とかドロップアイテムは落ちるんですけど、こういう貼ってあるところは花が生えなくなるっていうものなんですね。例えばだけど、ここだけ埋まらないんですよ。埋まらないか。例えばこうやって貼っておいて、置いとくと、ここしか空いてないわけだから、ここでもちろん植えようとすると植えられないよという風になるわけでございます。取っちゃったよ、嘘だろ。で、この透過パネルの欠点というか、まあ、難しいところってのが、こうやって見えないところだよね。上で消そうとして初めて、あ、どこに貼ったのかなってのがわかる。なので、しまくり途中は、透過パネルにあえて色味をつけてた方がいいのというのは自分的な意見です。意見です。しまくり配信をしてるときに、なんで平常点つけてんのっていう質問をもらったのね。俺本当はね、これは俺の失敗談から来てるやつなんですけど、真ん中にこれ点をつけてたんですよ。わかる？この感じ。これを透過パネルだと思ってたの。これがずーっと使っとって、でも見やすいんよこれ。貼ってあるとこと貼ってないとこの判別がつくんで、いきますよ。これ めっちゃ便利ですから。一目瞭然よ。ちょっと目を凝らすと分かる。ほら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 。だからこれをつけた方がいいなと思ったの俺は。で、これなんでこれがいいかっていうと、例えば貼った、ここも貼った、貼ったでしょってなった時に、本で全部終わりましたよと、しまくりへと全部完了しましたよという時に書き換えるんですよ、これをね。これを透明にポチッと消して透明な状態で書き換えますよと。ほらこんな感じでね。ほらびっくり、透明になりました。これマイデザの枠を書き換えると、そのマイデザに反映されるっていうのを利用してるやつなんですけど、こことね、ここですよね。これめっちゃ良くない？どこに貼ったかなっていうのが分かんなくならないじゃん。まあ分かりやすい点、赤とかでもいいわけですよ。で、使ってみてはどうですかという画期的なね、先進的な意見でございましたよ。これはね、マジでいけるんじゃないと思った俺は。いや、どうすか、マジでね、使えると思ったらね、コメントでよかった、おいいじゃんって言ってみて。じゃあ本当にダメだなと思ったら、うーんってちょっと反応してみてほしいわ。これいけると思うんだよね。最後ですね、ラストに行きましょう。これまたちょっと手紙でいきます。手紙、紙でいきます。次なんですけど、最後、区画の作る順番です。例えば、これもマップで、ちょっとさっきの踏まえてでかく書きましょう。すーげえなんか、キュッてくびれあるような四角になっちゃった。いきます。区画を作るよっていうので、前、まあ、ちょっと今回四角でいくんですけど、前ね、こんな感じで作っていくといいですよ、みたいな話をしたじゃないですか。わかる？この9等分して作っていくといいよっていう。まあ、これ9等分じゃなくてもいいんですよ、別に。9等分を連結して2個とか、このエリアと。まず一つから作っていくっていうのが大事なんですよ。例えば、自分の理論というか、自分のおすすめの方法だと、上から作っていくといいよっていうのだから、この辺から作っていくわけじゃないですか。緑ペン出るかな。そうなった時に、例えばじゃあ、最初ここだけ作ってますよっていう風になるじゃないですか。緑ペン出たわ。そしたら、どうやって作っていくかわかんないけど、点々とこうやって下にね、作り進めていく人もいれば、なんかここ作った。よし、ここ作ろうってなっていくわけじゃない。そうすると、大体ね、このぐらい作っていくと迷うわけじゃん。ここも作れる、ここも作れる、ここも作れる、ここも作れると。迷うでしょ？ってなった時に結構行きがちなのが、いろんなところを着手し始めちゃう人。もう1個目の時点で隣接してんのが3つだから4つ一気に作っちゃう人もいそうじゃないですか。そうじゃなくて、まずは1つを完成させた方がいいと思うんですよ。とりあえず作りますってなったら、次ここ作ったとするじゃん。その時に、なんか迷ってきたなというとこで2区画目を隣接してるところで作っていくといいんですね。で、そっから次が肝で、ここ作って、うわ、迷った。ここ戻ろう、よし作った、迷った、こっちも浮かばない、もう一個先作っちゃおうかなっていう時に一個作るとするじゃん。で、ここまでがいいと思うんですよ俺は。同時に作っていく区画を3つまでに絞った方がいいなっていうのを最後ちょっと言いたかったんですね。自分が島作ってて、まあ、2つか3つずつを進行しながらやってたんですけど、最後もこんな感じでね、自分がマップで言うと黒部の下の階段エリアとかが最後ちょっと手直しでずっと作ってたとこなんですけど、そこと、あとこの水丸の家の庭園と、あとお店ですね、ここら辺を最後最終装飾としてずっと手直ししながら3つ行き来しながらね作ってたんですけど、こう3つ4つ一気に作っちゃったりとか、あとフレンドの島を行った時によく思ったことがあったんですけど、
もう島全体がすげえ適当にまばらに装飾はしてあるんだけど、完成してるところが一つもないみたいな。いろんなところに手つけすぎて、こう全体的にはある程度装飾はしてるんだけど、すげえもう寂しい景観があるところが多いみたいな。っていうのが多かったんですね。そうするともう本当に手のつけようがなくなっちゃうんですよ。どっからやっていいのか。こう、全体的に出来上がっちゃってるけど、そうすると足りないところが分かんなかったりとか、何装飾したりか分かんないっていう現象が起きがちなんですよ。だからこそ、水色的には、例えば1個作ったよってなったら、この左右どっちか、左右っていうか何か、横縦どっちか、両隣のどっちかを作ったとして、ここ作りました。で、ここ完成したんだけど、ここが悩んじゃって次行きたいよって時にこっち作ります。で、それも悩んじゃったら、適当にこの辺作って、ここの3つをね、行き来しながら作るといいですよと。すごい最後雑に書きましたけど、そういう感じでやっていくと、こうどん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 ね、案がこう1個作ってる時に案がなくなったら次のとこ浮かんで、あ、じゃあこっちも作ろうかなっていう、そのループがね出来上がるんですよ。それがおすすめ。逆に4ついける人は別にいいんやけど、4つ5つとか全部適当に作って最後装飾していこうかなってやると、めちゃくちゃ積みになる可能性が高いですよということ。まあこれは初心者向けとか本当に作りやすく作りたい人に対して自分的に意見というかおすすめとしてね紹介してるので、まあこれ向いてないな俺とか、なんか違うな、あんまり役立たないなって人は普通に自分流にやってもらっていいんですけど、俺の配信のしまくりとかを見てた人とかで同じような感じで作りたいなとかいう人は、こういう感じで考えて作るといいのかなというような紹介でございました。はい、ちょっとね今回はアクシデントがありつつ、こういうしまくりのね解説ということになってしまったんですけど、自分がとりあえず作ってきた中で、こういう小技だったりとか、まあ、考え方で作っていくといいよっていうような感じのことを今回言ったので、もしね参考になったらぜひぜひ使ってみてくださいということで、この動画いいなと思ったら高評価よろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。みずゆでした。バイチャー。